はどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。いやー、皆さん働いてますでしょうか。今日は平日の火曜日なんですけれども、火曜日の今は、夕方の5時過ぎですね。5時15分ぐらいなんですけれども、まあ皆さんね、学校行ったりとか会社行ったりとかアルバイトをしたりだとか、いろいろな、もう学生も学校行ってる時点で働いてます。もう働いてるんですよ。でですね、世の中には働いてない人間っていうのがいまして、それが俗に言うニート。そう、お肉じゃないよ、ニートだよ。ニートなんですけれども、まあ私パンチパンダニートなのかニートじゃないのかと言われましたら、ニートじゃないです。ギリ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 よ、ギリギリ来てます。まあそんな中でですね、先週なんですけれども、先週ね、俺めちゃくちゃ働いたんですよ。もうね、言ってしまえば働いた、大きく言うと働きました。働いた、働いちゃいまして、いやだから普段ね、なんかそのニートなのかニートじゃないのかわからない、よくわからないってね言われるのがすごい快感で、みんながね働いてる中、俺はグダグダしながらね、何働いてんのこんな暑い中みたいな、そんな感じでね生活するのがすごい好きなんですよ。でもですね、先週働かざるを得なくなりまして、っていうのも、わたくぴですね、クレジットカードの支払いっていうのがいろいろありまして、でまあ先月かな、結構でかい買い物というか、まあいろいろお金がかかってしまいまして、なんかポケット Wi-Fi の解約手数料みたいなものとか、なんかそのいろいろ積もりに積もって、クレジットカードの支払いがね結構莫大になってしまったんですよ。もう膨大だったんですよ。でね、俺はそれを支払わなければならなかったの。延滞金とかかかっちゃうからね、返さないと。だからもう延滞金をとにかくなくしたくて、すぐ払いたいなっていうことで、まあ、頑張って働いたんですけれども、すごくて、月曜日から日曜日までもうガンガンウーバーイーツやって、もうすごかったのよ。朝から晩まで、最終日とかね、そのクレジットカードの支払いだけじゃないから、来週の1週間の、ね、生活費とかもあるから、もうそれを稼がなきゃいけないってことで、それを後半に気づきまして、あ、頑張れ俺っていうことで、ほんと一日中やってたんですけど、まあ、そんな中やっぱね、いろいろとね、ウーバーイーツをしていると、まあ面白い出来事っていうのがいろいろあるので、まあ今回はそんなね、ウーバーイーツの配達中に起きた事件みたいなものをちょっと話していこうかなと思います。まあ一人目なんですけれども、これね、個人情報が含まれるのでなかなかちょっと話しづらいんですけれども、とある配達先ピカーンってなったんですよ。でウーバーイーツ配達ありますよみたいなことで、でそれがコンビニだったんですけれども、まあ、コンビニの方向かいまして、でピコーンってなって配達するって押した時に商品を見れるんですよ。でもあんまり見ないんですよね、ウーバーの配達中とかって。だから商品もらってから、あ、俺はこれを配達するんだっていうのに気づくわけなんですけれども、トイレットペーパー2個、トイレ2個じゃないよ、その2ロールじゃないよ、そのトイレットペーパーでっかいやつ2個と、あとティッシュ1箱じゃないよ、もう5個ぐらい入ってるやつプラスの食べ物関連で、個数的にはそんなに多くなかったんだけど、もうね、ウーバーのバッグの中に入らなかったんですよ。で入らなくて、あ、どうしようって思って、で、まあ、原付だったので、とりあえずなんか足とか挟んで、すいません、しかもね、その日ね、ちょっと雨降ってたのよ。トイレットペーパー濡れちゃうなって思ったら、急いで行かなきゃって言って、名前見たら、なんかちょっと面白い名前だったんだよね。まあこれ言えないんですけれども、ナイトメアメビウスだっけ？まあ本名だかどうかちょっとわからないんですけれども、まあナイトメアメビウスさんにね、本名なのかな？ワンチャン本名、ナイトメアメビウスさん。ナイトメアメビウスさんに届けに行ったの。トイレットペーパーとティッシュと、あと食べ物。ブーって原付で走ってて、でまあ到着しまして、受け渡しだったんですよ。大体置き配とかなんですけれども、まあ玄関先出て、あ、すいませんみたいな、で、あ、ウーバーイーツですみたいな、商品お届けに参りましたみたいな感じでやる時があるんですけど、ピンポーンって押して、はーい、遠くの方から聞こえたの、ドアの奥の方いるんだろうなみたいな、でパタパタパタって走ってくる音聞こえて、ドン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 みたいな、でガチャって開いたらフルチンだったの。ナイトメアメビウスのフルチン、もう漆黒だったね。びっくりしましたっていうのが先週ありました。いやもうちょっとで、あれほんと見せたがりなの？お風呂入ってたのかな？お風呂入ってた系なのかもしれないんだけど、ちょっとね、インパクトありすぎて、俺が女の子だったら危なかったよ。もういろいろと。で、まあ次にですね、話すのが中華料理店。とある中華料理店の配達だったんですけれども、まあピコーンってなって、その中華料理店の名前になりまして、で、あ、ここなんだな、みたいな。で、ブーって向かって。で、まあ中華料理店の中入りまして、で、ウーバーイーツですって言ったら、あー、ちょっと待ってくださいっておばちゃんがね、一人で経営してたんですよ。まあ今日も行ったんですけれどもね、そこ。で、まあ、ちょっと待ってくださいって言われて、あ、はーい、みたいな。で、店内、お客さんが一組しかいなかったんですけど、中国系の方かな、一組いるなーってことで、まあ、ぼーっと待ってたんですよ。そしたら、5分後ぐらいに食べ終わって、お会計してたんだけど、めちゃくちゃ残してて、聞いたことがあって、海外の中国だっけな、なんか、残すのがマナーみたいな。
逆に残したらなんか美味しいみたいな感じで、美味しかったですよみたいなのを伝えるためにわざと残すっていう文化がどっかにあるんだっけかなーみたいな。でまあお会計済んで俺だけになったんですよ店内で。ずーっと待ってたんですけれども、もうかれこれ10分ぐらい待ってたんですよ。で結構長いんですよね、ウーバーの配達中に10分待たされるって。でまあ割とね、ウーバーの配達って結構ストイックというか、まあ時間に追われている面もありまして、まあたくさん配達すれば配達するほどお金が入ってくるんですよ。だからまあ時給が上がるみたいな、1時間でこのぐらい稼いだよっていうのが増えてくるんですけれども、まあなかなかね、そう待たされると、あーちょっとまだかなーみたいな感じでちょっと思ってくるのよ。15分後ぐらいにようやく、あ、できましたよみたいな、あ、ありがとうございますみたいな、注文確認お願いしますとか言われたので、あ、これですねって、あ、間違えたって言われたの。あ、間違えたんだ。って思って、作り直すからちょっと待っててって言われた。あ、わかりました。もう結構待ってんだけどな、みたいな。で、まあ、カタカタやってるわけよ。もう最初から作り直してて。なるほどね。今からやってるよね、みたいな。結局30分くらいかな。まあ、15分で30分くらい待って、ようやくお待たせしました、みたいな。で、まあ、それでバッグなんか入れてたんですけれども、そしたら、これ食べる？あのね。間違えた商品、一個あるから、これ食べるって、多分悪気あったんだろうね。なんかちょっと罪悪感あったんだろうね。俺がずっと待ってたから。いいですかみたいな。あ、いいよみたいな。あ、じゃあすいません、いただきますみたいな。結構でかくて熱々だったのよ。で、これ、なぜキムチ鍋系かなって思ったんだけど、どうしよっかなと思って。で、まあ、バッグの中入れて、そのままブーンって配達して、で、また新しくなったら、また商品入れなきゃいけないじゃないですか。そしたらそれが邪魔になるから、どうしよう、これお店の前に、駐車場に置いて、まあ、配達するものは配達して、で、今日、ウーバーイーツやめるぞってなった時に、終わりに持って帰るかって思ったの。いや、まあ、そうしようかなって思って、で、まあ、そこのね、中華料理店のお店のもう端っこの、本当にもう目立たない、誰にも取られないようなところに、ポツンと置きまして、ブーンって行って、ウーバー配達しまして、そこから2件3件ぐらい配達して、一回そこの中華料理店に戻って、取って、夕飯これだなっていうことで持って帰ってきて、まあ食べたんですけれども、あのね、これね、驚くことにね、鍋じゃなかったんですよ。なんか、白滝とか入ってたんですよ。あ、白滝入ってるんだ、みたいな。で、よくよく見たらね、なんかインスタントの麺みたいな入ってて、あのね、麺ってね、放置してると、ブヨブヨになるの。もうめちゃくちゃブヨブヨで、おーすごい、いっぱい満腹感みたいな。満腹感のある一日でした。あとこれはですね、ちょっと俺も何回か経験したことあったんですけれども、まあ俺の近くになんかそのお弁当屋さんがあるんですよ。本当に俺の近くなので、まあ俺も時々使うんですよ、そのお弁当屋さんを。で、まあそこに配達することになりまして、まあブーンって行ってそのお弁当屋さん向かったんですけれども、あのね、一人ね、おばちゃんがいるのよ。そのレジのおばちゃんがいて、で、その人シフトの時、まあ、レジに立ってる時って、あ、このおばちゃんかってちょっと思うんですけど、まあなんでかっていうと、まあ結構まあ遅いんですよ。いろいろと作業が遅くて、容量が悪いというか、俺も見てて、もうお客さんとして見てても思うんですけど、結構容量悪くて。で、まあ厨房の男の人とかにちょっと注意されるっていうのを、まあ、何度か目撃してまして、で、まあそのおばちゃんがいまして、で、あ、この人かと。案の定ね。まあ、その人なん、のせいなのかどうかわからないけど、もう行列だったの、お弁当屋さんがね。もう、すごい並んでて、あー、混んでるなーって思って。中入って、ウーバーイーツでーすって言っても、まあ、ちょっと無視されまして。無視というか。うん、で、まあ、そんな中おばちゃんが、整理券というか、まあ、お弁当ができて、何番の人みたいな感じで言うんですけれども、そのおばちゃんがですね、74番の人いなかったんですよ、74番が。お弁当できて、74番の人がお弁当できたんですけど、74番の人って、うん。で、いなかったから、奥に下げたの。うん、そのお弁、74番のお弁当をね。で、その、10秒後ぐらいにね、整理券持った男の人が車の、多分ずっと待ってたんだろうね。駐車場の車の中にいて、そろそろかなみたいな感じで店内入ってきたんだけど、絶対あの男の人の74番だと思って。あれ絶対74番だろうって思ってたんだけど、普通だったらさ、そう、入ってきた人にさ、あ、74番ですかとか聞くじゃないですか。聞かないの。おい、待って、あ、絶対74番だなって思いながら見てたんですけど、そしたらなんかその厨房の人に、あ、ウーバーイーツもう来てるから、みたいな。あ、はい、みたいな。で、ウーバーイーツの方です。あ、はい、そうですね。番号が何番何番です、みたいな感じで受け取ったんですけど、あの74番の人は商品を受け取れたのでしょうか。ちょっとね、気になってはいた。次の日の昼飯食ってる時、ちょっと気になって、あ、74番飯食えたんかなみたいな。ちょっと思いました。あとね、なんかこの前ね、
まあちょっとそれこそ昨日の話なんですけれども、まあ昨日ウーバーイーツやろうということで、まあ昨日、あ、違う、日曜か、うん、で2日前の出来事だったんですけれども、まあほんと最終日、クレジットカードの支払いもある最終日だったんですけれども、まあその日の一発目、某ファーストフード店 M さんだったんですよ。でまあ俺の家の近くって M ドナルドが2軒あるんですよ。で1軒は本当に近いところで、2軒はちょっと離れてるところなんですよ。でそう、ちょっと離れてるところはめちゃくちゃ対応がいいんですよ。俺がね、ウーバーイーツですって言ったら、あ、ウーバーイーツさん、いつもありがとうございます。番号の方をお聞かせいただいてもよろしいでしょうかみたいな。あ、何番ですって言ったら、あ、はい、ではこちらでございます。配達よろしくお願いします。みたいな。もうめちゃくちゃ丁寧なエムドナルドさんなんですよね。もう一軒の俺んちの近くのエムドナルドは、無視されるのよ。そこすごい無視するの。毎回無視するの。混んでなくても無視するの。まあ、混んでる時にさ、ウーバーイーツですみたいなこと言って、で、まあ、無視されたら、まあ、しょうがないかなとは思うんですよ。結構、まあ、土日とかの昼とか、めちゃくちゃ混んでるから。で、この前とか、月見バーガー出て、すごい混んでたんですよ。だから、それしょうがないかなと思ったんですけれども、まあ、その時はやっぱ空いてて、空いてる時もやっぱ無視されるんですよ。で、まあ、空いてるなって思いながらも、一応まあ言うわけ。毎回、毎度のことながら、すいません、ウーバーイーツでーす。まあ、ガン無視なんですよ。本当に店員さん目の前にいるんだよ。目の前にいて、背中向けてるんですよ。で、ウーバーイーツでーすって。絶対聞こえてるだろうな。俺2回言ったからね。すいません、ウーバーイーツでーす。あ、ウーバーイーツでーす。無視。で、ウーバーイーツのその番号が書いてあるんですよ。7ABQ みたいな。A 数字、のなんか番号が6桁ぐらいね、番号から。で、まあそれが一致してたら、あ、この商品配達するんだなっていうのがありまして、で、前に置いてあったんですよ。で、これ取っちゃっていいのかなみたいな。で、まあ完全に俺のなんですよ。俺が配達するもので、まあ取るかみたいな。で、まあこのウーバーのバッグ開けて、で、まあ商品入れてて、そしたら、ね、メガネかけた男の店員さんが、まあ俺の元来まして、お名前なんて言いますかみたいな。で、俺ね、ウーバーの名前をね、自分の本名の下の名前で登録してまして、あ、なんとかです、みたいな。あ、そうですか。本社への連絡ってどうすればいいんですかねみたいな。あー、ちょっとわからないですね。あ、そうですか、わかりました。って言われたの。でね、俺なんか悪いことしたかなって。いや、俺なんか悪いことした？で、まあ、それ商品さ、入れて、原付乗ってた時、ずっと考えてて、俺なんかやったかな？俺だから、言ったの、ウーバーイーツです、ウーバーイーツですって言ったんだけど、無視されたから、で、目の前にあったから、あ、これだなって思って、入れてた。これが原因なのかどうかわかんないんだけど、多分やりとり的にさ、完全に俺のことをさ、本社に連絡する感じだよ、おそらく。うん。お名前なんて言いますか？あ、なんとかです。わかりました。本社への連絡はどうすればいいですか？俺に聞く？すごい嫌な感情になってしまったのよ。めちゃくちゃ嫌で。気がかりだったなぁ。でも2日前だったから、もう今なんともないから、なんもないんだろうけど、ちょっと気がかり。で、まぁ、あと最後なんですけど、まぁ、今日ね、コンビニ行ったんですよ。で、俺この前配信でね、これが読めなかったんですよ。これが。この文字が。で、今日コンビニの店員さんにさ、まあ、店員さんにもよるんだけど、まぁ、商品一個一個確認する作業みたいなのをちゃんとする人もいるんですよ。で、まぁ、その主婦のおばさんに、これですね、みたいな。これですね、商品これですね、みたいな。あ、はい、そうです、みたいな。で、これなんて言うんですかみたいな。あ、油淋鶏です。俺が教えてあげた。やっぱね、分からない人もいるの。油淋鶏を油淋鶏って呼べない人たち難しいもん。俺前めちゃくちゃバカにされたからね、配信で。なんか油淋鶏読めなくて、お前油淋鶏も読めないのみたいな。油淋鶏なんて読めねえから。油淋鶏なんて読めないからね、普通の人は。っていう話。はい、まあということで、我が輩がウーバーイーツ配達中に出会った人々の話でした。まあまた、多分、後で、ウーバーちょっとやると思うので、まあ、今週もね、まあ、何かしら話すことありましたらちょっと喋っていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録高評価ぜひしてくれたら嬉しいです。じゃあバイナラホイオツパソピーヤ。